ひなチャンネルへようこそ。どうも、加藤ひなたです。はい、ひなたのズボラ飯ということで、作っていきたいと思います。はい、今日使っていくのはアボカドと138円、木綿豆腐、これは58円でした。安そう。で、カットトマト、これはあれですね、形があるやつ、ザクザクのカットトマトの方でお願いします。ではでは、やってみよう。ひなちゃんね。はい、こんな感じでアボカドと豆腐を順番に並べていってください。で、この上に塩コショウ少々とオリーブオイルをこうやってトロトロトロって、あのマヨネーズかけるみたいに、たこ焼きにトロトロってかけて、で、この上にカットトマトを乗せてチーズを乗せていきます。え、これさ、剥がすだけだからめちゃくちゃ便利。しかも148円ぐらいだったし。はい、こんな感じでトマトとチーズを乗せたら、トースターで10分間焼いてください。では、やっていこう。ひなひな、できました。じゃじゃーん。こんな感じ、めっちゃ美味しそうやんけ、これ。これはやばいね、高タンパク、低カロリー。いただきます。うわー、美味しそう。アボカドめっちゃ好きなの。美味しそう。うん、これ、うまっ。めっちゃうまい。焼いたことによってトマトの甘みがね、増して、でチーズの酸味と、でアボカドのあのクリーミーな感じと、で豆腐がめっちゃ美味しいです。え、これ普通に好きなんだけど、超美味しい。またやりたい、これ。めっちゃ美味しい、好き。うまっ。めちゃめちゃ美味しい、これ。アボカドって苦手な人も多いですよね。視聴者さんにも苦手な人多いのかな。好き、私は好き。だから豆腐ダイエットとかしてる人めっちゃいいと思います。うまっ。マジうまっ。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。でも熱々の方が美味しいかも。なんか冷まさないで熱々で食べて、トロントロの時に食べた方がおすすめします。ぜひ簡単なのでやってみてください。では最後までご視聴ありがとうございました。ではでは、お次のバイバーイ。